おできたやっとできたこれできてんのかなできてる 接続悪いです悪いですって出ててようやくできました何回も何回もチャレンジしちゃったちょっと本当に急な気まぐれで配信始めましたよかったできてさっき真っ暗でしたよねやっぱり。 そうなのこうやって一人で配信するの久しぶりだお洋服かわいいだって嬉しいおこれどこのだっけスナイデルだった気がするなんかオフショルに見えるんだけどこのねなんかオフショルってよく 落ちるじゃないですか肩私それがすごい嫌でこれめっちゃ良きイヤリングもこの間インスタイのせたばっかりのおニューイヤリング真っ暗でしたよねお風呂はいつ入るの配信がこれ終わってからお風呂入ります初めて見に来ました可愛い,いですだって嬉しい ありがとう。ちょっと、加工フィルター、ないのは、つらめ。ね、下パジャマなの見切れてたよって、そう、下パジャマなんです。こう見えて。申し訳ない。毎日メイクしてる全然してないです。一週間に2日とかしかしてない。もう今日も、本当にメイク 配信が今日いろいろあったのでメイク久しぶりにしたんですけどもういいやと思ってめっちゃ薄いです肌も全然やってないし <laughs> アイラインも今日アイライン引くのやめようかなと思ったんだけどさすがになんかわかるなと思って目尻だけ引いたんそしたらこっちも取れちゃった目尻 インスタライブ初めて来ました。だって。ありがとう。インスタライブ私普段全然やんなくて。ちょっと加工していい加工したらさ、もうちょっとなんかマシな見た目になるんじゃないうわお肌が綺麗になった <laughs> 美味しだよって。私のこの、頬骨がすごい目立つね、これ。おおこれ何 え何これなんか違ったどれがいいと思うみんなリオンくんは寝てますかリおお怖っりお寝てますママと大石だよが一番マシなんじゃない 目キラキラしとるだってあそうアイシャドウ 3CE です雲のやつは雲のやつないよなんかこれさ人によって格好違いますよねううびっくりした今元の自分に戻った時の衝撃誰もうアプリにさ頼ってるとさ元の自分の時になった時にさ誰かわかんないよねもはや 二重幅羨ましいえー、本当？でもアイライン今日目尻しか引いてないのでアイラインをあんまり引かないと二重幅めっちゃ広く見えますよ埋め尽くされてないから赤のやつがいい赤のやつってなんだろうあこの前投稿いいねしてくれて嬉しかったですそう なんかファンの方フォローしてくださってる方とか私にあちょっとパジャマが失礼私にいいねしてくださった方とかに勝手に投稿見に行っていいねしちゃいました最近ファンの方と会えてなさすぎてファンの方の投稿を勝手に見に行くのにはまってます だからまたこれからもちょくちょく見に行くんですけど勝手にいいねさせていただきたいと思います皆さんの投稿ああこういうの作ったんだとかこういうの食べたんだとかこういうの好きなんだって知るのが楽しい鍵アカの方には見に行けないんですけど相互フォローじゃないとそう 結構見に来てくださいって DM で送ってくださる方鍵アカの方多くて「鍵アカ見れないんですよ」って思う「いいねめっちゃ感動しました何人くらいしたんですか何人ぐらいしたんだろう」なんかほんと自分の趣味みたいなただ楽しんで見に行っちゃってたから何人とか数えてなかったな。 いいねしてもらえるために鍵開くはずしたって嬉しい多分私にいいねとかしてくれたりとかしたら見つけやすいかも金髪にしてくださいえ嬉しい似合うかな私ね一時期金髪だった時あったんですよなんかピンクの髪の毛した時にすごいピンクって髪の抜け早くて色抜けが 色落ちっていうの色落ちがだからその時に金髪でした一時期毎回「いいね」してる嬉しい込み洋服みたい衣装ですか <laughs> ちょっと私服なんだけどこれは下パジャマなのこれちょっとさインスタライブさ縦で画面が長いから パジャマがもろバレ恥ずかしい上こうやってイヤリングまでしておしゃれしてんのにごめんね私ほんと一日中パジャマだから数えたら10着パジャマ持ってたんですよこのパジャマちなみにあれなんだっけ GU の ライトグリーンとピンクのハートのやつそう配信する時しか着替えないんだけど下は見えないからいいかなってパジャマのままでいたらもろ見えてて恥ずかしい温度差私ね洋服着るのが好きじゃないんですよ ジェラピケも持ってますジェラピケとあとディズニーのファジャムとか着てるディズニーランドで買ったやつこの洋服はねいつ買ったっけ12年前ぐらい私あんまりシーズンごとに洋服買えなくて本当トかわいいって思うのがあったら買うけどもう全然年またいで着てます これ本当いつだダズリンだと思う母の日の料理すごかった嬉しいお姉ちゃんがすごい料理上手なのでお姉ちゃんに指示を受けながら「お姉ちゃんが酢飯作って」って言われ言ってくれるから「はい」って言って酢飯作ってじゃあこの型 ケーキ作る用の型に酢飯詰めてケーキお寿司作ったんだけどお寿司詰めてはこいお刺身切ってはいみたいな感じで本当にお姉ちゃんのあれ指示通り作ってあでねなんかファンの方から結構あのハイライトストーリーにあげたコみおうちカフェ とかをハイライトに残してほしいっていう声が多かったのでおうちカフェをハイライトに残したんですけどあのねおうちご飯もハイライトに新しく残したのでぜひ見てください手においしだよが残ってそうおうちご飯もハイライトに残しました ママがいつも朝ごはんを作ってくれるんですけど、まあ、昼ごはんも夜ごはんもそのなんか私が載せてたストーリーにご飯のやつとか私とお姉ちゃんが母の日に作ったご飯とかお腹すきすぎてめっちゃお腹鳴ってる今お腹すいたあ鳴っちゃった <laughs> ねえ今おな鳴っちゃったねえ顔赤くなってた恥ずかしいちょっとちょっと今のは恥ずかしかったですねすごいねええ、恥ずかしかった今 <laughs> お腹鳴っちゃったんですけどごめんね夜ご飯食べてなくて 私夜ご飯食べないんですよ食べる時もあるけどあの朝ごはんを夜ごはんみに食べるのでいつもあ聞こえてないよかった全然可愛くない音が鳴った 朝ごはんでいつもカレーライスとかすき焼きの時もあったしお子様ランチとかさストーリー載せてるんですけど本当にスペアリブとかえ朝からっていうご飯を朝食べてるのでカルボナーラとかも朝から食べますだからうん朝ごはんを朝昼 な2回にかけて食べてでおうちカフェスイーツを1時とか2時とかに食べてお菓子そのあとグダグダ食べちゃってあ今日食べ過ぎたなって思いながら夜ご飯を食べないのが毎日のルーティーン初めて行った劇場で見た生コミちゃんが細くて可愛くてびっくりした嬉しい 優しいザ・アイドルって感じ込みちゃんありがとう <laughs> 胃が強いのね胃はねめっちゃ弱いんです私 AKB に入ってから胃腸炎になったの4回目か5回目ぐらいしょっちゅう胃腸炎になっちゃってこの間2か月前くらいにも胃腸炎になりました 兆円で病院行って点滴打ってそう救急車で運ばれちゃって <laughs> 最近の衝撃エピソード脱水症状になっちゃったのかな,なんかね当たっちゃったんですよね食べ物が私鶏肉弱いみたいで 12年前も鶏肉焼き鳥食べてキャンピロバクターになっちゃったりとかそう胃腸炎なり休みインフルエンザになったこと人生で一回もないぐらいなんですけど胃腸炎はしょっちゅうなります胃腸炎ってどういう症状になるの 上演はほんと人それぞれかなでも本当もう体中のもの全部出ちゃう症状 <laughs> これあんまなんかねアイドルから聞きたくない症状だと思います <laughs> 私胃腸炎ほんと辛くてそう 上一年で一回はなる。めっちゃわかる。でも荒れるあ、えなんか、山田これ山田見てない見てなかったら恥ずかしい。いいねのところに、知っているアイコンが、ハートが、ポチポチ。 お腹すいた。一応縁の話してるときに見てくれてる気がする。見てなかったらちょっと恥ずかしいけど。わあ加工が取れたやめて現実さらさないで現実の顔やばい。ふぅ漏れてます。 幸せ。すみません。お邪魔してます。だって。山田が配信してるとき必ずあっち見てコメントしちゃうから。こうやって自分が配信してるときに見てくれて嬉しい。ね山田今度一緒にあれやろうなんだっけリクエスト、コラボ配信。山田がメイクしてるときに。今はもうこの時間してないだろうから。 可愛くていいねが止まらなかったですだって嬉しいちょっとお腹鳴った時レベルに顔が赤くなるコミちゃんの写真撮る時の角度が気になる、うん私写真撮るときどの角度だろうでもこうやってやりがちかもなんか目に光入ってるようにしちゃう 私左右で顔のバランス鼻の形とか左右で全然違うんですよねこっちなんかちょっと和紙花なんだけどこっちなんか魔女花みたいなだからこっちの顔の方が自分的にはまだマシかなと思ってこっちばっか見ちゃうあ山田がコラボ配信ぜひぜひだってでも今日はもうすっぴんでしょこの時間 いつできるかな山田とコラボ配信。ワクワク。私ともコラボして、だって。え、いいの逆に。あ、そうそう。鼻たあ、ねえ、ちょっと、格好を外さないで。ねえ、ダメ。ダメダメ。 加工して加工してうん盛れますコラボ配信楽しみにしてますだって今度山田とコラボするの楽しみこの私の鼻が曲がっているのは鼻を高くしたくて洗濯ばさみで鼻をつまんだんですよおっ加工が取れた 洗濯ばさみで鼻つまんで高くなれ高くなれってやってたら鼻が内出血したからやめたんだけどそしたら鼻が曲がりましたみんなあおな鳴ったねえやばいめっちゃおな鳴る恥ずかしい ちょっと恥ずかしい <laughs> お腹空いてるの楽しみにしておりますお邪魔しましただってありがとう山田おやすみまた聞こえなかったです本当結構大きかったよ今の音聞こえてないの なんかあれなのかな結構特殊な音すぎて電波に乗らないのかもだってめっちゃ大きかったもんお腹鳴った音「うー <laughs> みたいなディズニーどっち派どっちだろうなんか前まではランドって即答だったんだけどソアリンできてから シーンも好きになりました私年スなんですよディズニーだからちょっと今悲しみ <laughs> 早く行きたいねみんなディズニーとかもいろいろ行きたいですよねそんなおうち時間何してるのおうち時間は あのもう本当ひたすらお家でカフェをしてますママがスイーツ作ってくれるのでお家カフェ今日はピンクのパンケーキにピンクのホイップクリームのってあとカップケーキでしたでそれね今日インスタグラムにアップしようと思ってたんですけど 結構配信のお仕事がいろいろやってたらインスタグラム投稿できなかったので多分明日インスタグラム投稿するのでおうちカフェ見てねユニバが好きだってわかるユニバも好き 一番行きたいところは一番行きたいところはうーん。ええー、今行きたいところいっぱいありすぎてやばいんですよね。本当にいっぱい行きたいところあるの。まあもちろんディズニーも行きたいし、ユニバも行きたいし、富士急ハイランドもめちゃくちゃ行きたいんだ。山梨県になんかすごい行きたくて。 山梨県に住んでるチーム8のメンバーの左友彩香ちゃんのお家にお泊まりに行く約束をずっと楽しみにしてますあと台湾行きたくて台湾と韓国に行きたいんですサラへヘ なんかさ「こんばんははじめ,めまして」だってはじめましてもう YouTube の咀嚼音見るのが大好きで美味しそうにご飯食べてる人見るのがめっちゃ好きででそれ韓国のご飯食べてる方を見るのが好きなんですよ みんな見てます YouTube とぎもちさんって方の YouTube を見えてるんですけど私大好きでごめん下スウェットっていうかパジャマだからめちゃくちゃ韓国でご飯を食べまくりたいんです 料理動画見てる助手欲高いあ知ってるだって嬉しいえー、めっちゃ嬉しいんだけどうわっもちさん私もめっちゃ好きだってえー、めっちゃ嬉しい大好きなんですよね毎日見ちゃうあのね が好きなの韓国のパンを紹介してくださってる動画とかあとまあやっぱチキンも始めて私すごいね YouTube 始めてってコメントたくさんいただくんですけどそうなの。 あコミチューブ見たい嬉しいコミチューブ知ってくれてるの嬉しいな私 YouTube 実はもう1年前なんだよね1年前ぐらいにちょっとやっててでもそれ AKB がまだ公式しか出しちゃいけない時で個人チャンネルがダメな時だったからそうしたらなんか知らないうちにどんどんどうなったんだろうって感じ私のコミチューブ もう1年経っっっちちゃゃた乗せてないのめっちゃあるんですよね実は韓国でコミチューブもめっちゃ実は取ったんだけどそう載ってないからお蔵入りになっちゃったもう1年前でだからあのドルチマリリッサっていう私がよく使ってるっていう言い方はあれか何ていうの頼んでる オーダーダしてる愛用してるケーキ屋さんオーダーメイドケーキ屋さんの紹介とかめちゃくちゃ可愛い映えなんですけどそうあそう今日ライナーなくてナチュラルそうなの今日アイライン本当に 端っこ目尻だけやったけどもう取れちゃったからもはやない一番自信のあるパーツはどこですかえー、どこだろう一番自信のあるパーツえ私結構眉毛が「眉毛の形綺麗だね」って言われること多いんですよねこちら「スクショタイム欲しい」 いいよインスタライブでスクショタイムってあんまやんないねインスタライブ自体あんまやんないか何してほしいですかインスタライブでのスクショタイム圧倒的に口が好き嬉しい私自分の口一番嫌いなんですけど避けてんだもんワンピースの肩たくりみたいだよ 千葉の星だってめっちゃ嬉しいんですけどハートあ指ハートスケシャータイムーんなんかスケシャータイムって無言だから恥ずかしくてさ動いちゃうんだよねできてるかなあ コメントごめん。私がコメント、あれコメントこれどうやって下げんだっけみんなのコメントあれしちゃうもんね。みんなのアカウントが、うんと、バレちゃうっていうのあれコメントなんかこれさ、下に下げれるのなかったっけミハル常にスクショタイムってぐらいお顔がお強い。あ、ちょっと待って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 。それ読んで嬉しいって言おうと思ったらさ、 加工外れてたやばいやばいやばい加工に助けられてるんだ <laughs> 自分で下げるんだよえどうやって下げんのコメントオフコメントオフコメントあっあったあみんなのコメントなくなっちゃったけどちょっと今スクショタイムってことでみんなにポーズ募集してたんだけどな何しる 指ハートもう一回しようイエイスクショタイムですじゃああとなんだろう 私これカメラどこにあるか分かんないんですよね <laughs> みんな撮れてますかんちょっとスウェットが映ってるじゃあゴミハルスマイルしとこうスウェット映っちゃうイエイ うん、このシーンとした感じめっちゃ恥ずかしい BGM 流せばよかったぐらいかなあ TT ポーズしちゃおう大好きな戸しさんの TTTTTT <laughs> 振り回すのはやめてやめて TT ちょっとさ歌詞間違えちゃったら失礼だなと思って <laughs> あんま歌詞はないようにしてる <laughs>。 みんなスクショできたかなコメントをどうやって解除するんだろうコメントオンオッケーあ、ちょっと待って、加工が取れた。やばい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 。ええ。え。完璧だって。みんなスクショ取れたって。よかった。じゃあ、スクショしてくれたやつもしタグ付けしてくれてたら、 いいねしに行きますタグ付けしてくれると通知くるんですよねインスタライブがしついのかなかわいすぎだってありがとうレジかわいいって言ってくれるとさ素直に嬉しいよね 最近二次プロジェクトにめちゃくちゃとはまりしてて見てる方いるかな大好きなんですよね二次プロジェクトストーリーあげてもいいぜひ会いたいさましましいだって嬉しい